会津若松市、これは福島原発から約100キロ離れております。この会津若松市在住の女性弁護士さんの発表は大変厳しいものでございました。小学校3人のお子さん、幼稚園1人、4人のお子さんと、今現在妊娠中でいらっしゃいます。7ヶ月くらいだったと思います。そのお子さんがいらっしゃる弁護士さん、実は子どもさん4人と自分の体内もセシウムが検出されたと。で、健康にすぐには、被害はありませんと、大丈夫ですと言われたんだけれど、本当に心配です。そして内部被曝ということがやはり心配なので、小学校の子どもたちには学校で牛乳を飲むのをやめなさいと言いましたと。そしたら先生に、牛乳を飲まない子どもは前に出てらっしゃい、バケツに一人ずつ、飲まない子数人いたそうです、バケツに捨てさせられて、なんで飲まないのかという理由を言わされたと。そしてこれを飲まない人は福島県民じゃないと、住む資格はないと言われたそうです。戦前の非国民のようなこういうことがありましたし、自分もこれでいいのだろうか、将来子どもたちに本当にここに住み続けるということで説明できるんだろうかと悩んでいるという、こういう話がありました。笑わないで聞いてください、官房長官。しっかり聞いていただきたい大事な話でございますのでね、大事なところではそんなね、笑わないでくださいよ。冗談じゃありませんよ。私が申し上げたいのはね、本当にそういう思いしてるんですよ、福島の方は。